メキシコシティの戦いは、米北戦争の1847年9月8日から15日に、メキシコシティの近く全体で行われた一連の戦闘のことである。これには、森のデルレーの戦いとチャプルテペクの戦いを含み、メキシコシティの陥落で頂点に達した。メキシコ中央でのアメリカ軍の作戦は、メキシコシティの占領を目指していた。3月に、 ベラクルスの港を包囲して陥落させたことで、ウィンフィールド、スコット将軍は一つの基地を確保でき、内陸に進軍して、セルロゴードの戦いで、メキシコ軍大部隊を破った。チュルブスコの戦いで、メキシコ軍を改装させると、スコット軍は、目標とする、メキシコシティまでわずか5マイルを残すのみとなった。セルロゴードやチュルブスコでは、破れたものの、アントニオロッペスデサンタ、 アナ軍は無傷で残っており、スコット軍の勢力を上回っていた。9月8日、メキシコシティに向けた戦いが始まった。スコットは、メキシコシティ郊外、約2マイル以上のところにある森のデルレイに、大砲の鋳造所があると考えた。スコットは、ウィリアム・ジェワース将軍の第一師団を派遣して、その鋳造所の占領と破壊を行わせることにした。ワースは、ジャプルティペク城を、 攻撃範囲に含めたいと考えたが、スコットがこれを拒否し、スコットとワースの間の苦々しいライバル関係が始まった。その結果として起こった戦闘では両軍とも大きな損失を出し、ワース隊がメキシコ軍を追い出し、チャプルティペクの部隊とは分離させた。この戦闘でアメリカ軍には意義ある軍事的利益を生まなかった。チャプルティペクの戦い、 ジェームズ・ウォーカーがメキシコシティに対する主力攻撃は数日後の9月12日となった。メキシコシティは当時メキシコ軍主官学校として使われていたジャプルティペク城が守備の一翼を担っていた。スコットは12日の終日砲撃を加えた後で不評による襲撃を行わせることとした。翌9月13日、ジョン・ A ・クイットマンの第4次第が チャプルテペク城に対する攻撃の先鋒となりこれを落とした。後にアメリカ連合国の将軍になったジョージ・ピケットやジェームズ・ロング・ストリートもこの攻撃に参加した。メキシコ軍守備隊に加わっていたのは士官候補生たちであり、後にロス・ニーニョス・エロエスとして記念されることになった。メキシコ軍はチャプルテペク城から撤退し、メキシコシティ内に退いた。 クイットマン師団は、メキシコ軍、テレス将軍とガレー大佐が三門の大砲で守る、ベレン門に向かって、ベレン歩道を降り、一方ワース師団は、メキシコ軍のランゲル将軍の不評旅団が三門の、大砲と榴弾砲で守るさらに北のサンコスメ門に向かって、ベロニカ歩道を進んだ。クイットマン隊は、単にシティに対する陽動攻撃を意図されていたが、その全師団を前進させて、 守備陣を突破させた。サンタアーナは怒りに任せて、ベレンモンに到着し、前線指揮官を解任した。一方ワース師団は、メキシコ軍機兵隊の攻撃を撃退した後で、メキシコ軍に対してはゆるりとした出発になった。ワースがサンコスメモンに到着した時、メキシコ軍守備隊の準備が不十分であることがわかったが、メキシコ軍守備隊はその門が落ちるまでにかなり、前線した。 ユリシーズ・グラント中尉がワースイ前面の歩道に沿って活路を見出し近くの教会の城に大砲を運び上げることに貢献した。この地点からグラントは下の守備隊を砲撃した。戦闘がすべての前線で下火になり両方の門が落ちた時メキシコ軍は市内に交代した。メキシコ軍が守っていた他の門としてはエム・マルティネス将軍と 大砲10門のサンアントニオ門、国防軍と大砲2門の2位のペルディド門、および小さな不評発見部隊に守られていたサンラザとグアダルーペ、ビレホの各門があった。メキシコ軍事政府はその軍隊、および不評5000名を夜の間に市内から撤退させ、アメリカ軍は次の襲撃を予測していたが、市内の防御がないことを発見した。 ワース隊とクイットマン隊は慎重に前進した。クイットマンは PGT ボーリガード中尉にシウダデラの降伏を手配するよう派遣した。ボーリガードとマンスフィールドラベルは一人のメキシコ軍士官と出会い、その士官は占領したシウダデラの受け取りを要求した。ボーリガードは彼らの剣の先に受け取りを渡そうと叫んだ。スコットは正式に支柱に入る栄養をクイットマンの師団に与えた。 制服軍は印象的というにはほど遠く、兵士たちはボロボロになった地の染み跡のある制服を着ており、クイットマンが支中に入った時靴は片方しかなかった。ワースが自ら王宮に翻っていた旗を下ろし、アメリカ海兵隊がその代わりにアメリカ国旗を掲揚した。クイットマンは王宮の前、市の中心にあるソカロ広場に行進し、そこで正式な降伏が行われた。 ワースの師団が支柱に入った時、先導部隊はジョン・ガーランドの助団だった。サンターナの撤退後、市内に残されたメキシコ軍の落語兵が家屋の屋根に登り、アメリカ兵に向けて射撃を始めた。ガーランド将軍は初めの弾で胸を撃たれ重傷を負った。サンターナは死を明け渡す前に3万人の囚人を支柱に放っており、 これら屋根の上からの狙撃は囚人たちを同じような行動に走らせた。ワースがこれらの狙撃を抑えさせることができた。ウィリアム・エス・ハーニーの隆気兵隊がスコット将軍の支柱に入るのを護衛し、スコットはその染み一つない制服を着て愛国的音楽に迎えられた。スコットは政治的才覚のあるクイットマンを軍政府長官に指名し、クイットマンは 王宮から支配した唯一のアメリカ人になった。このメキシコシティ占領後は小さな戦闘があったもののすでに大勢は消しており、1847年2月2日に、調印されたグアダルーペイダル5条約により、米国戦争は終わった。侵略軍、ウィンフィールド・スコット1847年8月7日、兵士2万210名及び、大砲104門メキシコ軍ゼネラル、 アントニオロペスデ・サンタ・アーナ将軍公平隊長、マルティン・カレラ将軍公平隊長、イグナシオ・モライ・ビラミル将軍・アルカース、ラモン・アプーン・ケイス・パララ・ヒストリア・デ・ラグエラ・アントレ、メキシコ。ありがとうございます。